はい、皆さん、こんにちは。.com.com です。パズルオブドフォー実況プレイパート19です。さあ、一人で対戦3周目。今回は、マリーノで進めていきます。まあ、難易度相変わらず普通で、マリーノですね。まあ、こいつはレインボーバブルがあるんですけれども、レインボーバブルと、あと、そうですね、普通のイルムバブルが2色。降ってくるパターンなので、まあ前回のアルカネットよりはもしかしたら多少マシになるのかもしれないんですけど、まあわからないです。まああくまで予想なのでね、もしかしたら逆に意外にこちらの方が手こずっちゃうっていうのもあると思うので、まあそこら辺は見ていくしかないでしょう。ここ展開同じなんで読みません、もう。さすがに。はい、じゃあ行きましょう。ラウンド1、ボブル。じゃあ行きましょう。第1戦ですね。ちょっと待ってよ。ちょっと鈍った感覚が。声優さんの、誰が声やってるかっていう情報ももしかしたら調べれば出てくると思うので。マリーノは確か熊井素子さんだったかな。虹バブルを出せばいいんだよ。気に入りませんわね、その言い方。私を誰だかお分かり？さすがちょっと都合しやすいですね。あ、いきなりちぎってたな。次のアホ消そうと思ってたね。まあいいか。まあ、とりあえず2000のアルカネット戦ですけど、おー、嫌な予感がするぞ、これ。で、ちぎってくるので、まあ、アルカネットはスターバブルじゃん。スターバブルがあるから、まあ、やりやすい気はするんですけどね。が出た時点では積極的に消していこうとは思うんですけども、あれシミュレーションなんかすんげえ早いな。早いって言っても、おお、3連鎖4連鎖早いって言ってもまだ向こうは3人かなり回復してたので、おお、これ買ったんじゃない？第4戦じゃない、3戦でしたね。はい。ベルビンガーって怖いですね。まあ、さておき、行きましょう。2連鎖。まあ、こうすればまあ楽でしょう。パズルボブ4の対戦は原則スピードなので、まあ、さすがに4作目ってのもありますかね。壊ない人向けなのってのもあるのかなっていう
感がありますけどね。だいたいシリーズの数進むと本当にコアな人向けとかって結構あるじゃないですか。ジェネキオスの作者の小山さんもやっぱり最近のシューティングは弾幕が多いっていう風な感じで、やっぱコアな人向けっていう風になってるのでね、まあそういう風に言ってるんですよ。まあそこ押しうちに4戦目のクルル来ましたけどね。こうするのもやっぱり2人とも同じことしたね。おー、なんだ軍の2倍さ、あ、しまった、間違えた、あ、ま、ちょっと待って、角度の感覚がつかめなくなってきた。おお。ギャピー、連鎖がなんないんだよな。合う、今ので同時としちゃいけたけど、合う、ちょっと待って、意外に手こずってんな。ちょっと腕が落ちてんのもあるかも。え、切っては見たけれど、2連鎖、で、クロールで2連鎖、3連鎖、4連鎖、向こうも結構連鎖来たんです、3連鎖。ちょっと待って、あー、しまった。こうで、こうで、こうだ。おお。早かったな。ダムダム、俺が勝ったら一番僕はもらうからな。しかし、お前では私から二次バブルを奪うことはできるわ。じゃあ行くぜ。おお、いきなり来たか。でも来ないから、しばらく、あ、間違えた、キーボードの感覚がおかしいんだけど、気のせいか。ちょっと待って、こうこうこう、ちぎるちぎるちぎる、さあこれ一段下がる。こうこうで、ちょっと待ってな、あふ、ちょっと待って、角度が全然正しくないんだよ。さ、わお、2連鎖3連鎖、あ、ちょっと待っていいか。おお、2連鎖。ああ、失敗した。2連鎖。ちょっと待って、ちぎった、 OK、 フリージョン、まあどうせ勝っちゃったけど。